放題始まりました、もちチャンネル。さあ、今回は、はい。はい、アイドル資格の神田翔香です。さあ、その翔香さんですが、今回はですね、一番むずいよ、この大問がとか、この問題がって言われる、慶応大学法学部の問題。はい、でこの問題のせいで慶応大学法学部が一番難しいと勘違いしてる人たちがいっぱいいます。ああ、その1個の問題に全部引っ張られてる。問題のせいでもう一番むずいんだと勘違いしてる人が多くて、まあ、実際早稲田の理工の方が全然難しいんですけど、長文がそんな難しくない慶応の方ってね。もちろんマーチまでとか言ったら全然難しいですけど、でそれはどういう問題かっていうと、単語のレベルが異様に高いっていう問題が出題されるので、 SAT みたいな感じ、まあ、難しさで言えば SAT って感じですね。本当に英検1級レベルかそれ以上のレベルベルにしか基本は線が引かれないっていうやつなんで、それを大学院まで出てるネイティブスピーカーだったら解けんのか、はい、そもそも選択肢がこの定義なんで、多分それ見て推測はできちゃうんですけど、できちゃいます、はい、できちゃうんですけど、そもそもその単語を知ってたのかとかっていうのを知りたいので、とりあえずやってみましょう。はい、わかりました。問題を解いていただきまして、解いてる間にちょっと翔香さんのショート動画間に合うか分かんないんで編集しますんで。できましたか？できました、はい、私はさっき問題解いてる間ずっと編集作業してたんで、ちっちゃい画面でちょっとね見てたんですが、ちゃんと大きい画面で問題見ましょう。この文章読んだことあるはずなのに知らない言葉がいっぱい出てきて、私本当に流し読みしてたんだなって思いました。読んだことある？あ、ありますよ。シャーロックホームズは今あの無料でダウンロードできるんですよ。だから皆さん、シャーロックホームズ原作読みたかったら無料で読めます、インターネットで。まあそっか、もう著作権切れてる。はい、切れてます。なるほど、ね、切れてるんで、だからちょっと読んでみようと思ってダウンロードしたんですけど、なんか古めかしい上に流し読みして全然頭に入ってこなくて読みました。では読みながらどれを選んだか、これ語の定義がありますが、はい、さあ見ていきましょう。さあ読んでいただきまして、 How should I begin to describe my good friend Sherlock? In terms of his physical appearance, he had a domed forehead while his face was possessed of an aquiline quality, in large part owing to his hooked nose and piercing eyes. じゃあどれにしましたか？アクアラインっていうのが聞いたことなかったんですよ。おお、聞いたことない。聞いたことないんですけど、はい、この文章の感じで、うん、絶対何かの動物に似ているっていうのは分かるんですよ、はいはい、なんかフィーラインとかケイナインとか、そうそうそう、さすがネイティブスピーカーですね、に似てるなと思って、でそれでこっち探したら動物に似てるがイーゴーしかなかったんで、それを選びました。7番ですね。フィーラインが猫で、はい、ケイナインがワンちゃん、これトフルとかで出てくるやつですが、そうですね、だからこれワシなんで、はい、イーゴーですね。そうです、イーゴーに似てる。さすが、ちゃんと聞いたことなくても分かるというですね。いけますね。さあ続いてが、 His thin yet athletic body pointed to a person whose talents were not confined to the merely cerebral, who was also accustomed to undertaking physical as well as mental gymnastics. まあ私これアメリカで認知科学やってたんで、セリブロは分かりますね、はい、普通のアメリカの学校になったら絶対一人か二人はいる、セリブロパルシー、脳性麻痺、はいはいはい、の子が結構学校にいたので、脳の模型っていうのかと思いきや全然違う。あ、じゃないです、じゃないです。そのセリブロパルシーっていう病気を知ってたから。ということで選択肢が9番、はい、Of or related to the brain or intellect. はい、正解です。この possessed of an aquiline quality って、この書き方は古いですね。ああ、なるほど、こんな風には言わんと、うん、OK です。さあじゃあ続きを読んでもらって、 Typically he would sit in his favorite armchair puffing philosophically on his pope and occasionally wafting from his face with a casual wave of his hand the smoke that rose from its bowl shaped end. はい、ワフティングってなんかムクムクムクみたいな。ああ、そうですね。これもう知ってる。知ってます。試験管の匂いを確認するときとかはこうやる。はいはい、これがワフティングです。はいはい。ということで。答えが6番。はい。どうなんでしょうね。吸ってるシーン浮かぶかどうかですね。パイプで。パフとかもよく使いますからね。はい。続きが。By the middle of each afternoon, a dense and fetid fog. パテって読み方合ってます。私これ聞いたことないんですよ。おー、なるほど。Had filled his study and a heap of tobacco ash lay accumulating at his feet, upon which he wore slippers of the Turkish fashion.アッシュレイ、ああこれね、難しいかもしれないですけど、積もってる感じ、積もってこうあるわけですね。ということで、はい、これはどれにしましたか？いや、フェッチって聞いたことないんですよ、はい、でも次がファーグなんでもう結構、まあうね、選択肢が狭いというか、はい、ということで、8番にしました。はい、 Having a heavily offensive、 そうですね、匂いですね。でもこれ多分最近の人だったらフェティッドじゃなくてピュートリッドとかを使うんじゃないかなと思います。フェティッドって聞いたことないですよ、私は。へえ、そんな風には使わない、うん、っていうことですね。 He would dust off his violin case, tighten his bow, and then entertain me with a breathtaking performance of Brahms. バイオリン弾くんですね。はい、Casually は聞いたことあったんで、あ、全然大丈夫ですね。これは英検1級でも出る、はい、はい、1番ですね。はい、1番ですね、はい、そうです、パースウェイドですね、説得する、誘惑して説得してみたいな、そうですよね、はい、これ知ってたですね。知ってました、うん、でも文字でしか見たことないかも、発音合ってるのか分からない。ああ、過剰です
か？わかんない。本能で言ってます。さあ、続きが。As for his character, by nature he inclined towards solitude and would, moreover, commonly remain silent while those around him conversed passionately and at length. ここは何も問題ないですね。はい。It would be fully incorrect, however, to attribute his silence to diffidence.ディフェネンスは文字でしか見たことないし意味は知らないです。おお、そうなんですね。なんとなくなんですけど4番にしました。なんとなく、なんとなく、じゃあ4番読んでもらって。 The quality of being shy and not confident of your abilities。 はい、そうですね。 Shyness の意味です。 Diffidence っていう、まあこのコンテキスト的になんとなくそれかなみたいな。なるほどね。俺なんか Confidence の逆みたいな感じで覚えましたね。おー、そして次が。 For whenever the subject of sleuthing arose in conversations taking place around him, he would shake himself free from his private musings and suddenly insert himself actively into the discussion, becoming rather excited. はい、これはどうですか？ Sleuthing はよく使いますね。おお、あのこういう話の時は絶対に抜きます。探偵になることなんです、ね。はいはいはい、そうですね。探偵はスルーフと思います。うん、ディテクティブだけではなく、ではなくディテクティブの方がちょっと高貴な感じしますね。おお、へえ、なるほど。ということで3番、はい、でこっちのどちらかというと後半、はい、The act of investigating a mysterious event or crime。 なるほど、これですね。で次が musings。 まあ musings って S がついてるんです、これね。使います？ musings は。あ、全然使います。なるほど、 S がついてる。ということで0番、はい、そうですね。 meditations ですね。そうそうそう、まあ、ミューズっていうのはね、ミューズってなんか考えてる、そうそうそう、そっちなんで。で次が Indeed, in those instances, he would indulge himself considerably in この言葉聞いたことないおお、聞いたことない。 Discanting? はい、そうでしょうね、発音は。 On his approach and methods regarding the solving of complex cases。 はい、さあ果たして Discanting って一体何なんでしょう。多分5番です。5番は To discourse at length or comment expansively on a theme。 はい、まあ、どういう、じゃあ日本語だと意味なのかというと、たくさん喋るみたいな、解説する。はい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 、そうですね。バーッと喋ったり長々と喋ったりとかっていうですね。うんちくする。ああ、うんちくを垂れるとか、うん、まあ知らないんでわかんないですけど、はい、ああでも確かにあの載ってる辞書と載ってない辞書がありますね。この意味が長々と何かを小述するとか小説するとか、そういう意味で、やっぱネイティブはわからなくても多分こういう意味の単語だろうっていうのは推測できるわけですね。まあ意味が他は全部わかってるんで、これが何ですかっていう感じの当てはめ問題では、そして最後が This was frequently followed, much to his audience's delight, by a display of his detailed knowledge of the proclivities of London's criminals. これはどうですか？ Proclivities はよく聞きますね。私結構あの推理番組とか好きなんですけど、割とこういうのは出てきます。なるほど、ということで2番です。はい、2番の Inclination、 そうですね、 Inclination とか Disposition というのはまさに変哲意の意味ですからね、はい、ということで全部解くことはできました。しかし知らない言葉が多い知らない単語だから、この問題があるせいで敬語の方が多くて難しいと思われてます。でも推測できるようには作られてて、まあ、確かになってますね、はい、でこの年はまだ優しい方です。え、もっとすごいあるんですか？もっと難しい、なんじゃこれ、何が起こってるのかわからんっていう時とかありますね。でやっぱこういう語彙力問題ですか？そうです。でやっぱね、小説はむずいんですよ、僕らにとって。やっぱ触れてこないから、なんじゃそれが、まあ、確かにこれでシェイクスピアとか出てきたら絶対わかんない。日本語でもそうじゃないですか。日本語の小説の方が普通の読むやつより全然難しいんで。あ、確かに音楽的になってるんで。アメリカ人の友達が日本語勉強してて、なんか日本語の小説を手に入れたって言って、はいはいはい、でも一文に一個わからないことがあるから、うん、1ページ読むのにめちゃくちゃ時間かかるって言ってましたね。その通りなんです。だから結構知られてないかもしれないですけど、英文学やってる人の方が英語学校やってる人より語彙力はある、実はそういうことがあったりしました。ということで、はい、アメリカ人チョコさん全問正解いたしました。またね、いろんな企画あると思うんで、ショート動画山ほど撮りますんで、はい、見ていただければと思います。最後、ありがとうございました。 Thank you for watching. Bye.